ルアンパバンの町は、ラオスの世界遺産の一つで、ルアンパバンの旧市街地のことである。メコン川とナムカン川の合流点にある。1995年には、ユネスコの世界遺産に登録された。地名に関しては以前は、ルアンプラバンが使われたがこれはタイ語による、この町の故障を、ローマ字で書きさらに、日本語に音社したもので必ずしも正しいとは言えない。現在では、ルアンパバン、 ルアン・パバーンがより元音に近い表記とされる。ルアン・パバーン・エンケ・ラン・サーン王国も参照のこと。さらに、1353年から、ラーン・サーン王国使徒で、初代のファーグム王が、シェントーンと呼ばれていた、この町を王都とした。16世紀中頃セーター・ティラーと王の時代に一時地方都市となり、パバーン・フツノとという意味のルアン・パバーンという名に、改めた。 その後ルアンパバーン王国の1975年まで首都として機能してきた重要な町であった。そのため歴史的に価値があり美しい建造物が多い。後に、普通領インドシナの一部になった後も重要な地方都市として機能し続けた。現在でも美しい町並みのみならず北部の経済の中心である。ルアンパバーンは1993年頃からラオス政府、 外国の基金、個人などの積極的な支援を受け、保存活動が活発化した。その後1994年、アイコモスがルアンパバーンを世界遺産にユネスコに推薦した。1995年にはユネスコから正式な承認を得た。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。推薦者アイコモスは、次のような胸の理由をつけた。ルアンパバーン参章のこと、ありがとうございます。